分裂行使開始。演奏は警視庁音楽隊、指揮官は藤崎隊長。分裂行進が始まりました。行進は徒歩部隊、特化部隊、車両部隊、航空隊の順に行われます。分裂行進の最初は機動隊、先頭は第一機動隊、指揮官は隊長衣川定一生。指揮官は隊長峰啓司。指揮官は隊長関本啓司。指揮官は隊長畑田啓司。指揮官は隊長鈴木啓司。機動隊、指揮官は隊長保坂啓司。
田機動隊。指揮官は隊長山田圭司。機動隊指揮官は隊長高本圭司。機動隊指揮官は隊長竹下圭司。車両隊指揮官は隊長長島圭司。女性警察官部隊指揮官は第一機動隊手塚警部補。銃器対策部隊機動隊相沢警部。この部隊はエマージェンシーレスポンスチーム、通称 ERT と呼ばれ、銃器を使った国際対策など緊急時の初動対処部隊として昨年4月に発足しました。東京国際空港テロ対処部隊、指揮官は隊長久保圭司。特殊救助隊指揮官は隊長真彦圭司。総理大臣官邸警備隊指揮官は隊長古川圭司。
制服部隊。指揮官は地域指導課長林健司。警察学校部隊。大隊指揮官は庶務部長野口平氏。続いて第2大隊指揮官は初任教養部長浅野啓司。次は警察署部隊。先頭は第1、第2、第3、第6、第7方面警察署部隊。指揮官は大井警察署長鶴田啓司。第4、第5、第8、第9、第10方面警察署部隊。指揮官は荻窪警察署長寺田啓司。女性警察官特別機動隊。指揮官は企画課鈴木警部。指揮官は隊長添島啓司。機動警察通信隊。指揮官は機動通信第一課長市川啓一生。次は国家部隊の行進です。
先頭は警察犬部隊。指揮官は鑑識課管理官松浦啓司。警視庁音楽隊カラーガードと警視庁個体、ドラムメジャーは岡本巡査部長。